これをクリックします。そうするとなりません。電源装置ですね。他のゲージにも応用することができます。モジュールレイアウト組み込むという方法。こんばんは、すくまです。今回はフレッシュブレードを使ったレイアウト制作の始め方について解説していきます。うちのチャンネルでは国内のレールではなくてイギリスのピコというメーカーのフレッシュブレードを全面的に使ったレイアウトをご紹介しております。最近視聴者の方からフレッシュブレード自分も始めてみたいんだけどどこで買えばいいとかわからないですとか、あるいは最初に何を揃えればレイアウト制作始められるんですかっていう質問がちょくちょく届くようになりました。今回の動画では今全く何もない状態からフレッシュブレードを買ってきて列車が走るようになるまでの踏まなければならない手順について詳しく説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。フレッシュブレードというのはどのようなものかと申し上げますと、フレキシブル、すなわち自由に曲げることができるという意味でして、既製品の同床付きレールにはないような大半径のカーブであったり、自分の思い描いた通りの線形に敷くことができるというメリットがあります。しかもピコの製品は木製枕木だけではなくて PC 枕木、コンクリート製の枕木のレールも発売されておりますので、再現したい条件に合わせてレールを選択することができます。フレキシブルレールは同床がございませんので、枕木と枕木の間にも隙間があります。この部分にバラストを巻くことでとてもリアルな仕上がりが得られます。将来レイアウトを発展させようと考えた時にポイントの種類というのも非常に重要になってきます。ピコのレールはポイントもとても多くラインナップされておりまして、通常のものから Y 字ポイント、ダブルクロスオーバー、そしてシングルスリップなど本当に様々なレイアウトに対応することができるんです。これらのレールをどこで買えばいいのかということなんですけれども、私はネットで購入しております。ピコのレールの最大のデメリットというのは入手難ということが挙げられます。国内の模型店に常に在庫があるというわけではありませんので、自分で何らかの方法で確保するところが一番大変だというのが実情です。輸入品ということもあって国内の同床付きレールに比べるとかなり値段も高めに設定されている場合が多いです。ちなみに私はハットントレインモデルズさんという海外のお店から自分で輸入しておりまして、送料は数千円かかってしまいますが、国内で全部揃えるよりもかなり安い値段で揃えることができています。海外通販っていうとレベルが高いなと感じてしまう方もいると思うので、実際に僕がどのようにしてやっているのかというのをお見せします。まずハットントレインモデルズさんで Google 検索をするとお店のホームページが出てきます。でここでですね、右クリックを押して日本語に翻訳というボタンがありますので、これをクリックします。そうすると全部日本語に変わります。でもうあとは日本で買うのと同じように上の方の検索欄に自分の欲しい商品の金番とかを入れて探すと押しますと欲しい商品が出てきますよ。あ、出てきましたね。でこうクリックして、でまた分かんなかったら日本語に翻訳ということを繰り返していくと、普通に日本で買うのと同じような感覚で買うことができます。カートに欲しい商品を全部入れて最終の注文画面まで来ました。ここで注意しなければならない点がいくつかあります。まず送料なんですけれども、選ぶことができまして、私はいつも一番下の DHL 便ですね、これを使っております。そうすると比較的安い値段で日本まで送ってもらえて、しかも保険もかけられ追跡されますので安心ということです。さらに発送設定という欄がありまして、上の方を選択してしまいますと一つのアイテムが揃うごとに DHL 便で送られてくるということですので、その都度何度も送料がかかってしまうということになります。それを避ける目的で下の方を選択しまして、全部の商品が揃ってから1個の小包みで送ってくださいというふうにしておく必要があります。もちろん今言ったような注意する点はあるんですが、この発送設定を選ぶ方式で選択肢が挙げられているという点がこのハットントレインモデルズさんのいいところでして、本当海外のお店でこういうのを書いてくれてるっていうのはまだいい方なんですよ。ほとんどのお店はですね、自分でこういうところに全部揃ってから送ってくださいみたいなことを書かなきゃいけない店が多いので、選択するだけで済むというのは非常に高ポイントだと思います。ただ現在コロナの影響でイギリスが大変なことになっているようで、かなりですね、海外通販においても在庫が減っているという状況でございます。私は11月末に頼んだんですけど、半分ぐらいしかまだ届いておりません。でその半分っていうのも2ヶ月ぐらい経ってから来て、でもう半分はまだ待ってるという状態でございますので、数ヶ月間届くまで時間がかかるということは事前に知っておいた方がいいかなと思います。
ただ先日視聴者の方から教えていただいた情報によりますと、5月から6月にかけて日本に大量に輸入品が届くということのようなので、そうすると日本の模型店にもピコの製品が並ぶことも考えられますので、今後の動向には十分注意していきたいと思います。レールの入手ができたら次はパワーパックを揃えなければなりません。電源装置ですね。で、各社からいろんな製品出てるんですが、どのメーカーのものでも使用することができます。私は今のところトミックスの N-1000 の CL という上点灯機能のついたパワーパックをメインで使用しております。なお現在は後継機であります N-1001 の CL という商品が発売されております。こちらはローカル線レイアウトで使う予定なので、後日比較動画を出そうと思います。最低限列車を走らせられればいいというような考えの方は喧嘩バージョンを選ぶっていうのも手だと思いますし、逆にとことんこだわりたいと、ブレーキハンドルとマスコンが分かれたようなリアルなパワーパックというのもありますので、自分の好きなパワーパックを選ぶというのが一番かなと思います。レール、パワーパックときて3つ目、これが最後ですね。最低限必要になってくるのがフィーダー線でございます。これがないとパワーパックとレールとの間を結ぶことができませんので、必ず必要になります。どのメーカーのパワーパックもだいたい裏側にフィーダー線の差し込み口がありまして、加藤製品だったらこんな感じでパチッとはまるようになってます。トミックスの場合も DC フィーダーという名前で売られているものが、裏からワンタッチで差し込むことができます。コードの反対側をレールにどうやってつなぐのかと申し上げますと、そのまんまではつかないんですよ。うちではこうやってぶった切ってですね、線を剥いてハンダ付けをするという方法をとってます。ハンダ付けと聞くとこれまた、なんかめんどくさそう、大変そうと思われるかもしれませんが、もう最初に言っとくとですね、同床付きレールに比べてフレッチプレールは手順が多いです。やんなきゃいけないことが多いんですよ。でそれを踏まえた上で工具とかもあらかじめ揃えておくと、後々人生の長きにわたってこのフレッチプレールの知識っていうのは他のゲージにも応用することができますので、ぜひハンダゴテとハンダ、そしてフラックスと、あと線を剥くための器具ぐらいは揃えておいた方がいいかなというのが個人的な考えです。1本だけレールを買って、その上で直線で往復運転をさせるというのなら問題ないんですが、楕円形のレイアウトを組もうとなると、レールを曲げますと内側の線路が伸びてしまいますので、この部分をカットする必要が出てきます。そういった時にレールニッパーとか、あとヤスリが1本ぐらいあると非常に便利です。同床付きレールは線路自体にジョイナーが付いて売られていますが、フレッチプルレールは自分でジョイナーを別途買ってくる必要があります。ピコの N ゲージですと SL310 という品番のものが金属ジョイナーで、311という品番のものが絶縁ジョイナーになります。でこれから楕円形のレイアウトを組もうと、ここから最初のレイアウトを始めようって考えている方は、とりあえず金属ジョイナーだけ買えば問題ないかなと思います。もちろん私のように将来的にポイントをたくさん組み込んで各線路を電気的に区切って複雑な運転に対応させたいとお考えの方もいらっしゃると思います。そういった場合は先ほどご紹介した絶縁ジョイナーの方も必要になってきます。今回はこれから始めようという方向けの動画ですので割愛させていただきますが、ポイントの電動化ですとかデュアルキャブコントロールという複雑な制御方式について知りたいという方は、後で概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧くださいませ。私はなるべくフィーダー線が目立たないように金属ジョイナーの裏側にハンダ付けをするということをやっています。その作業風景を写した動画というのもありますので、後で説明欄からご覧ください。以上が最低限運転を楽しむために必要なアイテム類なんですけれども、それだけだとやはり不十分かなと思う点が一つあります。同床付きレールと決定的に違う点というのは、ふにゃふにゃ曲がりますので安定してないんですね。なので畳の上とかでお座敷運転を楽しむのには全然向いてません。フレッシブレールというのはあくまで固定式レイアウト用のものだとお考えいただいて、できれば既製品の木製のボードであったり、あるいは私のようにボードを自作するのもいいと思うんですけど、何らかの下地というのを作ってからそこに固定して遊ぶというのが基本になってきます。こういう話をすると、一部屋丸々趣味部屋としてレイアウトルームを確保しなければならないのかというご質問が来そうですが、そんなことは全然ないんですよ。トミックスとか加藤の同床付きレールでお座敷運転を楽しまれている方なんかは、その一部をフレッシュプレールのモジュールに変えてみるなんていうのはどうでしょうか。私がフレッシュプレールを始めた当初、学生時代なんですけど、その時はトミックスのレールで大体のレイアウトを敷いて、駅の部分とか、あとは S 字カーブの部分だけフレッシュプレールのモジュールレイアウトを組み込むという方法をとっていました。そうすることで比較的分解、撤収というのも容易になりますし、あるいは収納のことに関しても有利になります。同床付きレールとフレッシュプレールをうまい具合に混ぜて使おうと考えている方は、できれば最初は高度80というノーマルタイプのフレッシュプレールがおすすめです。
私は新しいレイアウトはコード55という特殊な形をしたレールを使っているんですが、他社製のレールとの接続でレールの高さを合わせるなんていう作業が出た時に、やはり最初はコード80からやった方が慣れるかなと。それに慣れた状態でコード55に行けばいいと思うので、試しにコード80のフレキを2本ぐらい買ってモジュールを作ってみるっていうのがおすすめですね。以上が私が考えるフレッシュプレールの始め方です。今後も皆様の鉄道模型ライフに役立つ情報を随時アップしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。私はこの1年 YouTuber としてピコのフレッシュプレールの素晴らしさについて様々な動画を上げて解説してまいりました。それっていうのは、より多くの方にピコのレールを手に取っていただいて実感してもらいたいんですね。あ、こんな素晴らしいんだと、リアルにできるなっていうのを体感していただきたいんですよ。そのきっかけ作りができればなという思いでいつもチャンネルを運営しております。ただ今回の動画を見ていただいてお分かりのように、ピコのレールというのは普通の同床付きレールに比べて踏む手順も多いですし、揃えなければならない工具というのも多数ございますので、敷居が高いことは事実なんですよ。私はピコのレールが手軽ですよとか簡単にできますよっていうことを押し出して動画撮影はしておりません。ある程度手間はかかるけど、その代わりに得られるメリットも多いと、リアルで、いろんな線形で敷けるということをいつも動画の中で言ってるんですね。もちろん手軽に楽しむというのも素晴らしいことだと思いますし、趣味なので人それぞれ好みはあると思うので、そこについては干渉するつもりはないんですけれども、私の考えとしては、やっぱ難しい商品を選べば選ぶほどそれについての知識とかも自分につきますし、ただ列車が走ったっていうだけで得られる感動っていうのもとても大きいんですよ。今までだったらパチパチレールを組んで、同床付きレールだったらもうすぐ運転が始められたのが、フレッシュプレールだったらまず板を買ってきて、レール買ってきて打ち付けて、でフィーダーをハンダ付けしたのもすごい手間かかるわけですよ。もう比べのならないぐらいで大変なわけです。でそれをやりきって列車が走り出した時の感動っていうのはもう本当ね、忘れられないぐらいの、素晴らしいものがあるんですよ。今回の動画を撮ろうと思ったきっかけも、そういう視聴者の方からのご質問ですので、今後もですね、何かわからないことあったら私でよければお答えしますので、気軽にコメント欄とかに書き込んでいただければ幸いでございます。各作業工程の詳細につきましては概要欄にリンクを貼っておきましたけれども、今週末ぐらいに上段のローカルレイアウトも建設を始める予定なので、そこでもフレッシュブレードを実際に敷いてフィーダー線を接続するなんていう作業もやろうと思ってます。今後の展開にぜひご期待くださいませ。すすくまでした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。